本当にデートに誘いに来たわけじゃねえべか。違うって言ってるでしょ。あ、やあ、よくここが分かったね。名簿を見れば簡単よ。それより空を飛ぶの教えてくれる約束でしょ。ああ、もちろん教えるよ。ふーん、おめえお礼だとか言ってごはんちゃんにエッチなことすんじゃねえだぞ。そんなことするわけないでしょ。いいだ静かに修行したかったのに。やった、浮いた。ちょっと浮いてるよ。すごいじゃないか。たった一日で浮けるようになったなんて。そうかしら。さっき弟さんは自由自在に飛び回ってたけど、ゴテンはもともと木のコントロールがバッチリできてたんだ。そこまでできればあとはどうってことないさ。すぐに飛び回れるようになるよ。また明日も来るわ。え？木のことをもっと知りたいわ。それとも私がいたら迷惑？いやそんなことはないけど。じゃあ明日ね。あ、そういえば何よ。ピーテルさんの髪の毛だけど、もっと短くした方がいいと思うよ。え？ショートヘアの方がごはんくんの好み？いや好みとかじゃなくて、試合するんだったら短い方が有利だと思ってさ。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。お姉ちゃん、なんで怒ってたの？わからない。無理をするな、トランクス。部屋から出て行った方がいい。お前にこの150倍の重力はとても無理だ。やっぱりこのままじゃつらいや。スーパーサイヤ人になろうっと。何？楽ちん。あいつ、いつから？冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりと。トランクス。はい。孫悟飯の弟もなれるのか、スーパーサイヤ人に。はい。まるでスーパーサイヤ人のバーゲンセールだな。どうなってやがるんだ、まったく。やっぱりビーデルさんはただものではなく、10日ほどでかなり自由自在に飛べるようになった。おかげで僕たちはやっと御殿と2人だけで本格的な修行に入ることができた。お父さんもやってくる天下一武道会の日は近い。